And if anything in this jumps out at you, chat, as something you'd love to see me do, don't be a stranger. Let me know. Toki soba. Okay, we're gonna look at Neko no Sara. This is a traditional, this is what's called a koten rakugo, classic rakugo. It is a story that a million different hanashika, rakugo performers have done. And this is actually, this is rakugo for like language learners. So it is a very good example of like story listening. I heard some people who are doing Japanese in here, so let's check this out. Rakugo wa Nihon no wagei desu. Kyou wa Neko no Sara wo shoukai shimasu. Hanashi no saigou ni オチがつきます。オチってパンチラインとか、ポイントオブザストーリー。It's funny. A lot of the time, like, オチ literally means falling. But the term that we would use a lot of the time for オチ, falling, in English is upshot. So it's like the exact opposite direction. But it's the same basic thing.It's the point of the story. Ochi. Neko no sara. つまりさ、これが猫で、猫には特定の皿があるね。猫が、何か飯食ってるけど、皿から飯を食べてるの。それが猫の皿。猫の皿の話は、今、これから、お聞きいただくことになります。お楽しみください。Gonna pause it because a lot of this is written, the narration is written and it's got furigana on it. So, because this is for learners. So, like, even if you aren't flash on the kanji, you should be able to follow along.As long as you've got some basic, like, for kind of intermediate level reading knowledge. Edo ni aru kobijutsu shou ga ita. Kobijutsu shou. Shou te mono wo kattari, uttari suru ningen de, ko, furui mono, bijutsu, tsumari aato. Edo, Tokyo no betsumei.この男は地方へ行き、骨董品を見つけたら持ち主を騙し、安く買って、都市でコレクターに高く売っていた。つまりさ、骨董品って、前にも人が所有して使ってた古いもののことで、持ち主はそのものを持ってた人間で、だから持ち主ですね。騙すって、本当でもないことを信じ込ませるというような詐欺というようなもんですね。つまり、to scam people. So this trader, his thing is he scams people, in order to buy things and sell them to collectors in the city. Otoko wa Edo e kaeru tochuu no cha mise de yasumi o toru koto ni shita. Tsumari, sunderu toko Edo ni kaeru mae ni, chotto tochuu de
茶店で、お茶を売ってるお店で、いや、ちょっとだけお休みを取ることにしたんですよね。つまり、お茶を飲みに、ちょっと寄ったというわけですよね。うんうん、そして、話のオチのネタとなる、ネタって、literally it is the backward, just the word 種 seed backwards, but neta, you hear this in like jokes, it is like the whole point, the whole basis of the joke, the whole thing the joke's about. You also hear it in like journalism, like ストーリーのネタとか。そのネカ、猫と猫のさ、そのサラのことなんだね。なんとなく店の隅で餌を食べている猫を見ていると、これがサラ、その猫の皿は高麗の梅鉢茶碗であることに気がついた。つまり高麗って今は韓国と朝鮮というとこなんですね。その漢字、その高麗の漢字は古領、朝鮮語で古領と発音されるもんで、梅鉢茶碗、高麗の梅鉢茶碗って本当の昔で作られた、現代では、バカ高くつくもんというわけですよね。梅鉢茶碗とかは具体的に何なのかわからなくても、本当に高えもんだということだけがわかったら、話のネタはわかるわけですよね。この皿は300両以上の価値がある。量はその江戸時代のその昔ではお金の一種でした。だから300両って高いもんですよね。それは具体的にどう変換すればいいのか、編纂すればいいのかわからないけど、何百万円というところかしらと私思いますね。どっちみちには高いということだけは分かっていただければと思います。そう思った男は茶店の主人を騙して安くこの茶碗を買おうと考えた。男は好きでもないのに猫を可愛がり、猫を気に入ったように振る舞った。振る舞う、気に入ったように振る舞うというのは、嫌いも、嫌いだけど、ね、本当に好きだ、この猫大好きだって、お店のオーナーにそう、思い込ませるために、そういうふうに、振る舞ってるというわけですよね。猫が嫌いなのに。ご主人、私はこの猫が気に入った。3両で売ってくれないか？私は猫が大好きなんだけどね。店の主人は、そんなに気に入ったのなら差し上げます。つまりただで差し上げるというわけですよね。ただじゃなくと言って了承した。ただじゃなく3両で差し上げるというわけですね。
おお、本当に可愛い猫だ。すべての猫が可愛いとは私の意見なんですけどね。そうだ。可愛くない猫は存在しないというのは私の考えです。猫は皿が変わると餌を食べなくなる。この皿ももらっていくよ。つまり目当ては皿なんだけど、さらに興味があると思われたらやばいと思ってるから、目当ては猫だとオーナーに思い込ませているんですよね。だからなんとなく猫さえもらってれば、その皿も持っていく方がいいというような考えというように考えているとオーナーに思い込ませているけど、オーナーはどう反応するでしょう。すると茶店の主人は言った。いえいえ、この皿は高麗の梅鉢茶碗といって、とても高価なものなので差し上げることはできません。つまりオーナーはとっくに知ってたんですよね。猫に引っかかれ、小便もされ、計画も失敗し、大変な目に遭った商人。じゃあどうしてそんな高価な皿で猫に餌をやっているんだ。はい、その茶碗で猫に飯を食べさせていると、時々猫が3両で売れるんです。つまり、this is a case of not bullshitting a bullshitter。その店の持ち主は、その店のご主人は、とっくに知ってたんですよね。その皿は高価なもんだということは、つまり高くつくもんだということが、とっくに分かっていたんで、そのペテン師、その商人を騙して、そういうふうに猫を高く売ろうと、猫にその皿で飯を食べさせていたということですよね。そうすれば、こんな詐欺をやってる男に猫を高く売ることができるから。つまり、店のオーナーを騙そうとして逆に自分が騙されちゃった。そういうわけですよね。